さあゼッケン9番です。リンロンタイヤドリフトチームオレンジ末永直人、チーム的には喜んだものの末永直人としては昨日は面白くない、このチームメイトが優勝いたしました、やはりエースは俺だというところを末永直人見せつけなくてはならない。1本目いいスピード、そこからの角度を入れて悪くないぞ。さあそしてサイドで調整しながらきっちりときっちりと指定されたところは通っている。さあこういったところは綺麗に綺麗に指定は取っていきました。さあというところで続いてくるのがリンロンタイヤドリフト、はい、チームオレンジの末永直人の2本目ということになりますが、1本目98点出てましたからね、はい、いきましょう、はい、カーナンバー9末永直人。さあセットされたスタート地点今動き出しました。今度はねちょっと攻めてくるんで、はい、失敗するか成功すればかなり得点が伸びるかということになると思いますよ。末永直人選手の2本目、まずは飛び出しからここ勢いよく来た、さらに乗ってきたぞ。さあそこから思いっきり振り込んで、もう乗せてきた乗せてきた、さあどうやらどうやらさらにさらに内圧なんかも下げて乗ってきて乗ってきて今フィニッシュ、攻めてきましたね。末永直人 VS カーナンバー73斉藤育夫。さあ4組目末永直人先行、そして後追い斉藤育夫。斉藤育夫はここのリミッタースイッチを切ったというところで単走でいきなりいい走りに確かに変わりましたが、さあどうでしょう追走、まずは末永直人先行で、それに対しブラックからのまっすぐ先行は関係なく末永直人、これはまず末永は後ろを見ずに自分の走りをきっちりと仕切った。後ろ斉藤育夫はちょっと飛び出しからの戻り取られるかどうかという感じ。さあいよいよ入れ替えの2本目ということになります。スタート地点両者が並んだところ、赤いマシンのチェイサー斉藤育夫が前、そして後ろから白いマシンの S1 号末永直人、9ポイント差というところから、これは後追いでちょっと様子を見ながら入れるところは入っておこうということになるかどうか。さあそれでもちょっと間を置いた、さあそしてずっと飛び込んでくる、思いっきりいく斉藤育夫、それに対してここからと危ない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 、いきなり角度をつけ足していった斉藤育夫に対して、ではいきますよ、はい、カーナンバー51岩井照義 VS カーナンバー9末永直人。さあいよいよベスト8の2組目、岩井照義 FC が先行です。後追いにリンロンタイヤレーシング、この末永直人の S1 号、さあまずはどんな後追いを見せるか。岩井照義先行ではもちろんいい走り、97点以上の走りは配置してますんで、ね、からね、それに対して末永直人がさあどう捕まえてくるかどうか。降りてきました白いマシンの FC 岩井、後ろから白い S1 号、末永直人近いぞ、まずは捕まえた、そして審査席前から2コーナーから3コーナー、ここも寄った、寄っている入っている、そして最後も食い込む入っている取りましたね、うまい。さあいよいよ入れ替え2本目のスタートということになりますが、4ポイントアップ末永直人、その4ポイントアップは大きいかな。先行で末永直人、そして後追いの岩井、はい、さあ後追いの岩井、これ後追いポイントどんだけ取れるか見ていきたいところ、近いぞ末永直人、近いぞ、岩井が岩井が入った岩井が入った岩井が入った岩井が岩井が取ってる岩井が取ってる、さあここからは逃げられた、ここからは逃げられた、岩井がなんとカーナンバー66藤野秀之 VS カーナンバー9末永直人。さあスタートしてまいりました決勝進出をかけた戦い、新ファイナルの1組目、藤野秀之 1AT 末永直人 S1 号、まずは藤野先行に対して末永直人どういう後追いを見せるのか、まずはよーすごいスピード、末永直人スピードが向く、しかし先行の走りもいい、先行もいい、そして後追いも入っている、これは近いところ、そしてもう一回食い込んでいく、ものすごい煙の中の攻防、入れ替えの2本目、今度は末永直人、これも思いっきり行くしかないだけですよ、ね、98点狙いの多分先行での末永直人、それに対してとにかく藤野は最初から詰めないと、さあ降りてくるところ、ここで離されたくない、ここでなんとかついていきたい、藤野が飛び込めるか、やっぱりちょっと開いているか、
一言ずつと言ってもこれ同じカラーリング、本当にそのチームオレンジ、リンロンタイヤドリフトチームオレンジの両者がなんと決勝戦ということになりました。これは本当にどういうことを言うのかというのも興味深いですけれども、これはもうチームオレンジにとっては、そしてミスターキットにとってはたまらない喜びと、ね、いうことになってしまいました。嬉しそうだ。2019グランツーリスモ D1 グランプリシリーズラウンド6恵比寿、決勝を戦うのはまずは末永ナウト、そしてその対戦相手は昨日の優勝者、そして同じチーム小橋正則、カーナンバー9末永ナウト VS カーナンバー4小橋正則。さあいよいよファイナルです。同じカラーのマシン、リンロンタイヤドリフトチームオレンジ、末永ナウト小橋正則、まずは末永ナウトの先行ということは小橋の後追い、さあ後追いポイント、小橋がどれだけ取れるか、末永ナウトが逃げ切る、いやしかし小橋が近いところが来ている、さあどうだ、近いところ入った入った、ほらすごい近い、取ってる取ってる、末永ナウトに対してこれは見た見たで入っている、さあここ逃げた、やりすぎたのかな、なる、いやなんとこれはあっさり決まっちゃうことになるのか、ものすごい得点差でスタートしていきました。今度は小橋正則先行、そして後追い末永ナウト、末永ナウト、さあ思いっきり行きたいと、逃げる小橋、逃げる小橋、それに対して末永ナウトが入れない、末永ナウトが入れない、これは小橋が逃げ切る、この速さはやはり小橋は本物。ファイナル戦いを終えた両者が降りてまいりました。それでは結果発表です。2019グランツーリスモ D1 グランプリシリーズラウンド6恵比寿、優勝小橋正則。叫んでる、叫んでます見事に優勝、小橋正則選手が決めました。おめでとうございます。